ゲットビューニアエンターテインメントレコードタッサです。マスクです。ちょっと今後のリリースとしてあるのが、なんていうんですかね、ラップ楽曲、一応総集編っていうわけではないんですけど、ね、もうすぐ出ますよみたいな感じがあったんで、動画にして配信させていただいております。なんだろうな、楽曲としてビートもあるんですけど、ビートにも言えるしラップにも言えるんですけど、オリジナルスタイルどんな感じか、まあ見た目こんなんだったらこうね、今まであるヒップホップの形じゃないのかなとも言えなくもないんですけど、まあ、ド派手な感じだからリリックがド派手なのかっつったら違う可能性もあるし、まあシリアスなものばかりではないと思うし、はたまたこうなんていうのかな、自分の生活を主観にしたリリックを書くわけでもなければ、こう様々なスタイルがこう日本にもあると思うんで、そうですね、そういうものをこう見たり聞いて自分のスタイルは作っていけばいいんではないのかなと思っております。ゲットビジョンタスラネスマスクはこんな感じなのでね、まあいろいろな経験を歌う方もおられれば、創造性であったり自分の理想的なものをこう育んだものをフォーマットしてリリックにして韻を踏んでラップする方々もたくさんおられると思うんで、ね、今流れてるのはちょっとビートレインデッドからなんですけど、まあ、こういうビートも同じでありきたりであるけどやっぱり違う部分があるわけで、ドラムブレイクでもそうなんですけど、まあ張り合わせてできるものだけではなく、自分がこう一つずつ丹念打ち込んだもののあるものがスキルでもあると思うので、そうですね、まあ聞いて確認確かめてってください。それは誰にでもできるような音楽と言われる方もおられるかもしれませんし、いや、みんなが思ってるより難しい、もっともっと難易度の高いもんなんだっていう人もおられると思いますし、っていう感じなんで、そうですね、タッサデスマスクからです。そんな感覚で音楽を今後もやっていくのかなみたいな、まあフリースタイルも同じですね。今日は何月何日、勘違いしてたやつらの団地に踏み込んではダメ、うん、話はカメじゃなくノロマじゃいけない、まるでウサギぴょんぴょん跳ねる、はそんな感じでフリースタイルしたりできるんで、こうなんていうんですかね、はたまたこう淡々と行く方もいるんで、ラップで言うなら Yo, yo 今日も全身いつも幸福全身関心なくても俺は斬新なスタイルで半身じゃなくページを塗りつぶす、これが新しい1ページ、うん、まあなんだろう、フリースタイルなんかこんな感じでしょ。まあ、ね、これも、うん、やってみるとそうですね、同じに聞こえるかもしれないんですけど、同じです。同じです。ゲットビデオエンターテインメントレコード達成です。マスカラはそんな感じですね。そうですね。なんか動画に映る姿がどういう感じに映っているかもわかんないですし、それからイメージすることが何をこう連想されるかはわかんないんですけど。皆さんいろんな面白いものを音楽として聴いて、自分のインスピレーションに新しいものに変えていってください。ゲットビニオンエンターテインメントレコードからは以上です。タスです。マスクでした。ありがとうございます。
思います。